どうも、石川です。はい、これを登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山2020年度の問い21から問い30までの過去問について解説をしていきます。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。今回は第2章に入っていきます。はい、第2章はですね、苦手とされる方結構いらっしゃいますよね。特に、消化酵素結構出てきます。で、そのあたり結構と、不得意な方いらっしゃるんですけど、ただ、過去問を解いてると、何度も何度も同じような引っ掛け方、同じようなところが出題されてきますので、ぜひぜひ、そこを繰り返しやっていただき、自分のものにしていただきたいなと思いますので、頑張っていきましょう。はい、それでは問い21番です。消化器系に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解です。まず A なんですけど、大腸は、盲腸、中水、空腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸からなる管状の器官で、内壁粘膜には小腸と同様に絨毛があるよと書いてあります。はい、こちら誤りなんですけど、2箇所違いますね。大腸は、盲腸、中水、空腸、空腸はこれ小腸になりますので、空腸これ違いますね。で、あと上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸、これは大丈夫ですので、この空腸は違います。空腸は小腸になりますので。そして、最後のところ。内壁粘膜には小腸と同様に絨毛があるよとあるんですけど、大腸には絨毛がございません。はい、ここは小腸と大腸の大きな違いとなりますので、こういった引っ掛け問題十分に気をつけておきましょう。はい、ということで A は誤りとなります。そして B、嚥下された飲食物は、食道の運動によって胃に送られるのではなく、重力によって胃に落ち込みますよとなってるんですけど、こちら B、×です。重力によって胃に落ち込んでいたら、例えば宇宙飛行士の人どうですか？ご飯、無重力なので、ご飯食べれなくてブルブルって出てきちゃいますよね。それじゃ困っちゃいますから。なので、ここ、胃に送られ、食道の運動によって、食道の前動運動と呼ばれるものによって胃に送られていきますので、重力によって胃に送られるわけではございません。ということで、B は誤りとなります。はい、それから C、胆嚢はフィブリノゲンなどの血液凝固因子、あとは胆汁酸などの整合性、の、出発物質となるコレステロールなど生命時に、必須な役割を果たす種々の生体物質が産生されますよとあるんですけど、はい、こちら誤りです。どこかというと、胆嚢ではないです。胆嚢は胆汁をあくまでも濃縮するところになりますので、胆汁作ったりとか、その他必要なものをいろいろ作ってるのは、これは肝臓になりますので、このあたり十分に気をつけておきましょう。はい。ということで、C は誤り、そして D は正解となりますので、はい。答えは1番が正解となりました。では、次行きましょう。問い22番です。消化及び消化酵素に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。まず A なんですが、これは大丈夫ですね。ただ、ペプシノーゲン大丈夫でしょうか。はい、ということでペプシノーゲンは、胃酸の働きによってペプシになることによってタンパク質を分解する、消化酵素となるんですよね。はい、なので A は正解。それから B、 水液はデンプンを分解するリパーゼ、脂質を分解するアミラーゼ、水液アミラーゼなどの多くの消化酵素を含んでますよ。はい、 B、 バスです。はい、ということで前のホワイトボードを確認していただきますと、水液は膵臓から分泌される液体です。はい。で、その水液の中には、主に、こちら、水液アミラーゼ、今書いてありますね。水液アミラーゼは、でんぷんを通してですね、でんぷんとか炭水化物を分解する消化酵素でした。はい。それから、リパーゼについては、脂質を分解する消化酵素なので違うんですね。はい。で、ちなみに、他にもですね、トリプシノーゲンというものが、トリプシンに変わることによって、このトリプシンが、タンパク質を分解する消化酵素として働いておりました。はい。ということで、このあたりのところも、水液にはどんな消化酵素、そして何を分解するのかなっていうところをしっかりと意識していただき、解いていただきたいなと思いますので、はい、こちらは大丈夫でしょうか。はい、ということで、次に行きましょう。C です。胆汁に含まれる、
単重酸塩、コール酸やデオキシコール酸などの、塩類は、タンパク質の消化を容易にしますよ、となってるんですけど、これ C、誤りです。はい、何かというと、単重酸塩ですね。単重酸塩は、コール酸、デオキシコール酸の、なんとかコール酸ってつくものでしたね。で、そのなんとかコール酸ってつく、この単重酸塩に関しては、これは、タンパク質ではなく、脂質の消化に大きく関係してくるものとなりますので、これ乳化とかって言ったりするんですけど、まあ、そこまで試験には詳しく聞かれてきませんが、そういった脂質の消化、を、酵素ではないんですけど、脂質の消化に関係するものなので、このあたり合わせて覚えておいてください。はい。で、ちなみに、単重というものは、この今やった単重酸塩、ちなみに単重は、これは、どこで作られるんでしたっけ？そうですよね。はい、こちら肝臓で、作られてきますので、なので、このあたりのところもね、もう一度確認しておきましょう。で、その肝臓で作られる単重なんですけど、単重酸塩だけではなく、他にもビリルビンと呼ばれるもの。ビリルビンは赤血球、古くなった赤血球が脾臓で破壊されて、それが肝臓の方に送られて、肝臓から胆汁中に捨てられていく物質でした。で、このビリルビンというのは腸内細菌ですね。腸内細菌の働きによって、糞便を茶褐色にする働き。だから、糞便が茶色いっぽくなってるのは、このビリルビンのせいなんだな。そして腸内細菌がそれを助けてくれる。腸内細菌がその色をつけてるんだなと。このビリルビンを分解して、腸内細菌が分解して、茶褐色にしていくんだなというところを知っておいてください。はい。それからあとは、胆汁に関しては、コレステロールなどもいらないものをどんどん捨てていきますので、そんなところでは、胆汁の中にはどんなものが含まれているのか、水液の中にもどんなものが含まれているのかというところをもう一度確認しておきましょう。はい、ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、解説このぐらいに感じにしてさせていただきますね。はい、ということで問22は5番が正解となりました。では次行きましょう。問23番です。呼吸器系に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、B も正解ですね。そして C なんですけど、肺ではその筋組織によって自力で拡張収縮して呼吸運動が行われてますよということで、これ×になります。肺は自分で膨らんだり縮んだりすることができません。じゃあなんでその膨らんだり縮んだりしているのかというと、例えば胸の空洞とお腹の空洞の真ん中のところにある、横隔膜ですね。横隔膜が収縮したりとかすることによって肺を縮めたり膨らましたりしておりますし、それからあとは肋骨ありますよね。この肋骨の間のところに肋間筋という筋肉があるんですよ。で、その肋間筋も肺を収縮させたりするのに大きく関わってますので、そんな肋間筋とか横隔膜が肺を収縮したりとか膨らませたりしていく役割がありますから、肺自体は自分で、膨らんだりすることはできませんので、 C は誤りです。はい。それから、咽頭は、喉頭と気管の間にある軟骨に、囲まれた円、これ違います。これ何かというと、咽頭と喉頭は逆になります。いやー、ややこしい。なので、もう一度、咽頭と喉頭の位置関係をちゃんと確認しておいてください。はい。なので、咽頭は、まあ、幅は広いんですけど、喉頭は、この、喉元のあたりですね、が喉頭になります。咽頭は、こう、喉仏があったりとか、そういったところの部分になりますので、この辺もう一度、テキストを見ながらですね、確認をしておいてください。はい。ということで、答えは2番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問24番です。循環器系に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。A 正解、B なんですけど、これ、静脈にかかる圧力は比較的高いため、静脈の血管壁は動脈よりも厚いですよ。これ逆です。動脈と静脈逆です。動脈は血管壁が、比較的、ごめんなさいね。動脈にかかる、圧力は比較的
的高いので、動脈の血管壁は静脈よりも厚いですよというところが正解になります。なんでって言ったら、動脈っていうのは心臓から出ていくんですよね。心臓から出ていく血液を送る血管なので、なのでものすごい圧力、ね、心臓から出ていく血液量って相当な速さになりますから、その圧力に耐えられないといけないので、血管壁がとても厚いので、そのようなところをですね、十分に確認しておきましょう。はい、ということで B、誤り、そして C、心臓が収縮した時の、血圧を最小血圧、心臓が弛緩した時の血圧を最大血圧、はい、これも収縮弛緩逆になりますので、心臓が収縮した時は、最大血圧になります。いいでしょうか。ギューって収縮するので、その分中に入っている血液の圧力がブワーって高まりますよね。なので、何ですか、ホースとか思い出してくださいよね。庭の水やりとか、ホースシュワーとかって、やりますよね。で、遠くに水飛ばしたいなって時には、先端をこう、ちょっとつまんだりしますよね。それが、つまむ時が、まさに血管が収縮した状態と思ってください。そうすると、ものすごくね、遠くまでビューンって飛ぶようになりまして、そしてホースにかかる圧力もすごく高まりますよね。ぜひ、そんなイメージを取っといていただくと、ここは間違いにくいかなと思いますので、確認しておいてください。はい、ということで C は誤り、そして D は正解なので、答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。はい、問い25番です。泌尿器系に関する記述のうち誤っているものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは1番が誤っている内容です。副腎皮質では自律神経系に作用するアドレナリンとノルアドレナリンが酸性分泌されますよというところで×ですね。これ副腎皮質じゃなくて副腎髄質になりますので、ここ副腎髄質と副腎皮質から何が分泌されているのか違いをちゃんと確認していきましょう。ちなみに副腎皮質はアルドステロンだったりとか、あとはステロイドホルモンなどを分泌しておりますので、副腎皮質と副腎髄質の違いもう一度確認しておいてください。はい、ということで1番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問26番です。目に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。まず A なんですけど、結膜には光を受容する細胞が密集していて、個々の視細胞は、神経繊維につながり、それが束になって眼球の後方で視神経となりますよとなるんですけど、これ誤りです。これ結膜というのはどこかというと、結膜っていうのは眼瞼、まぶたの裏側、だから赤んべーとかって、ごめんなさいね、赤んべーとかってしたりとかするときに見える膜が結膜になりますので、そこではなく、これは、網膜になります。網膜。網膜っていうのは、目の一番奥のところ、眼瞼の一番奥のところに、目の奥のところにあるのが、こちらの、網膜というものになりますから、結膜と網膜、同じ膜なんですけど、違いについてしっかりと確認しておいてください。ということで、A は誤り。はい、それから B は正解。それから C なんですけど、水晶体は、網膜までの、眼球内を小視体といい、空洞になっていますよとあるんですけど、C、誤りです。これ空洞になっているわけではないです。真空になってますよ。真空管、じゃないですね。ごめんなさいね。で、空洞ではなくて、これ、透明なゼリー状の、組織になってますので、なので空洞になっているわけではございません。はい、ここのところですね。もう一度確認しておいてあげてください。ということで C は誤り、そして D は正解なので、1番が正解でした。はい、ではいいですか。次行きましょう。問い26、7番ですね。鼻及び耳に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A、B 正解、 C なんですけど、内耳にある前庭は水平垂直方向の加速度を感知する半規管と体の回転や傾きを感知する磁石器官に分けられますよとあるんですけど、はい、これは誤りですね。何かというと、半規管と磁石器官が逆であれば正解になります。はい、なので、加速度を感知するのは磁石器官、それから、体の回転や傾きを感知するのは半規管になりますので、よく、なんかこう、なんですかね、バットとか頭につけてくる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 って回ったりとかして、なんかフラ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 ーってなった時、三半規管が乱れたよーとかって言ったりするじゃないですか。なので、そういったところでは三半規管、三つの半規管という前半規管とかあるので、その
期間ですね、半期間のところがですね、回転傾きとかを感知してるんだなというところにぜひつなげといてください。はい、ということで C は誤り、そして D なんですけど、個室の内部では独立した微細な6個ですね、6つの耳小骨が、鼓膜の振動を増幅して外耳へ伝導するとあるんですけど、これ2箇所違います。どこかというと、まずは独立した微細な、6つじゃなくて3つ、3個ですね。3つの、耳小骨。アブミ骨、キヌタ骨、土骨とかってあるんですよ。その、まあ、その名前は覚えなくていいですよね。三つの、小さな骨があるので、それが、振動を増幅させて、そして外耳ってこれじゃないですか、これ。これ外耳なので、外耳へ伝導したら出てっちゃいますよね。だからもう通過みたいな感じになっちゃいますから、じゃなくて、もう中に入れていかなくちゃいけない。中に入れていかなくちゃいけないから、これ外耳じゃなくて内耳ですよね。はい、ということで D は誤りとなりました。ということで5番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い28番です。外気系に関する記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A なんですが、外気系には体を覆う皮膚と、それから汗腺、皮脂腺、乳腺などの、皮膚腺が含まれるが、爪や毛は含まれないよとあるんですけど、爪とか毛もこの外気系のところに、含んでできますので、なので A は誤りとなります。はい、それから B なんですけど、汗腺には液か脇の下などの、毛根部に分布するエクリン腺と手のひらなどの、毛根がないところも含めた全身に分布するアポクリン腺の2種類がありますよとあるんですけど、これもエクリン腺とアポクリン腺が逆であれば正解になります。通常アポクリン腺というのは、体臭腺とも呼ばれておりまして、割と臭いところにあるのがアポクリン腺です。なので、液か脇の下とかちょっとね、匂いとか伴ってきますから、そういったところにあるのはアポクリン腺、そして全身に分布しているのがエクリン腺なんだな、ここもう一度確認しておいてあげてください。はい、ということで B は誤り、そして C と D は正解なので5番が正解となりました。では次行きましょう。問い29番です。骨格系に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A 正解、B なんですけど、骨の破骨と、それから、破壊ですね。破壊と、修復は、骨が成長を停止するまで繰り返され、その後は行われないよとあるんですけど、成長が止まった後ですね。なので、私もうね、いいおっさんですから、成長止まってます。で、成長が止まったので、じゃあもう私、その後ですね、この破壊と修復行われないんですか？って行われますよね。成長が止まった後もですね、骨というのは新陳代謝を繰り返しておりますので、新しいものが生まれ、古いものは壊されてということで、破壊と修復が行われておりますから B は誤りです。そして C、骨組織を構成する無機質は炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、ここもですね、炭酸カリウム、リン酸カリウムって引っ掛けてくるので十分気をつけてほしいんですけど、で、その石灰質からなるが、それらのカルシウムが骨から、溶け出すことはないよとあるんですけど、いや、溶け出すことがあります。要は破壊が行われるときに骨にあるカルシウムは、これ血液の方だったりとか組織の方にも、溶け込んでいきますから、溶け出すことありますので C は誤りです。はい、で D は正解なので4番が正解となりました。はい、では最後ですね、問い30番です。筋組織に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A なんですけど、筋組織は筋細胞と、結合組織からできているに対して、腱は結合組織のみでできているため伸縮性が高いよ。結合組織のみでできている場合は、これ伸縮性が低いです。なので筋組織、通常の筋肉の組織は伸び縮み、していくんですけど、この腱というのは伸び縮みしにくいので、伸縮性は、これ低くなりますので A は誤りです。はい、そして B は正解、そして C なんですけど、骨格筋の疲労は、乳酸の代謝に伴って生成するグリコーゲンが蓄積してとかってあるんですけど、これグリコーゲンと乳酸の記述が逆になります。
はい。なので、グリコーゲンですね。肝臓に蓄えている糖質成分でしたよね。そのグリコーゲンが、どんどん分解されて、代謝に伴って生成して、そして乳酸というものが出来上がってきますので、なので、その疲労というのはその乳酸が原因じゃないかというふうに言われているのが、この C の内容となりますので、C は誤りですね。はい。そして D なんですが、骨格筋と平滑筋は自分の意識通りに動かすことができますよ。骨格筋というのは骨を動かすためにあるものなので、今私がこうね、動かしているのは骨格筋です。だから、この骨格筋は、わー、自分の意識通りに動かすことができる、できますよね。はい。で、平滑筋というのは、例えば内臓筋とも呼ばれておりますので、例えば小腸とか大腸とか動かしている筋肉とかが平滑筋です。あとは血管を収縮したりとか、拡張したりとか、弛緩させたりするのも、平滑筋ですし、なので、今から皆様、大腸を動かして、下痢をしてください、どうぞみたいな、ババ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 みたいなことはできないじゃないですか。なので、自分の意識通りに動かすことができる髄筋というのは、骨格筋のみなので、平滑筋は誤りとなります。はい、ということで、問い30は3番が正解という形になりました。はい、ということで、ここまでどうだったでしょうか。解いていくと、ああ、そうだったよね、とかっていうところもたくさんあると思いますので、そのようなところですね、ちょっとまだ記憶が曖昧だなってなってるところは、ぜひぜひですね、もう一度テキスト問題集、あとは参考書などに戻っていただいて、もう一度復習できるようにしておきましょう。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもお受けしておりますので、下の概要欄にありますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。